亀岡盆地は京都府南部に位置しており、地盤の低い亀岡市街地は近年まで度重なる洪水に見舞われていたが、現在は上流に日吉ダムができたため大きな洪水は起こっていない。また北東部から北部にかけ愛宕山山系がそびえ立つため、冬になると霧が頻繁に発生し、幻想的な景色を眺めることができる。このように亀岡盆地は水や霧が溜まりやすい地形となっており、古くは湖であったという伝承も残っている。さあ、ついにやってまいりました。ここは霧のせいだ。さあ、ご覧ください、広がるこの景色を。すごいわ、ほんまにすごい。とにかくでもあれやんな、朝になるとこの辺一面が雲海にあって、なんかあの天空の城ラピュタみたいな感じになるので、